こんな感じのテムで買った安物2300円のこのリールがほんとね、全然トラブんないんですよ。だから今作ってないんですよ。ノーサミングですげえ遠くまで入るんで、こんなの入れてますか。やべえ、やっぱシマノのルアー飛ぶな。食ったー、フラッシュブーストで食ったぞー。今日初フィッシュ、初フィッシュ、すげえ嬉しいな、嬉しい。フラッシュブーストにしたら食ってくれました。やった、この嬉しいな。いやーねえ、シマノの飛距離に感謝ね。軽くって壊れそう。うおおお、釣れたー。これが東京湾のシマスだ。このリールがほんとね、改めてですけど全然トラブんないんですよ。だから今食ってないんですけど、ノーサミングですげえ遠くまで入るんで、でね、この明るいところを釣れないなって2時間ぐらいやってて、あ、そういえばフラッシュブーストだったらもう一個先のなんかまだ打ててないところまで届くかなーって入れたら、あっちの暗い方ですね、もう明暗、大概明暗の明るい側で食うんですけど、普段ボイルしてて、なんか奥のね暗い方まで「えい!」ってこうね、ノーサミングまあこれはこのリールについてですけど、あっちの暗がりまで行ったらなんか食ってくれましたね。ラッキー。フローターにつけるんだったらエンジンじゃなくて、なんか今バッテリーがリチウムイオンですごい小型化してるんで、小型のエレクトリックモーターとかの方がいいんじゃないですかね、多分。エンジンつけるんだとやっぱカヤックとかアルミボートとか。うん、あ、食った食った食った、おお、食ったぞー。すげえラライサイレントアサシンに変えてから食うようになってきた。サイズはどうかな。食った、食った、食いましたよ皆さん。黄色のリールがちょっとドラグ出しますけど、ね、ドラグクリック音が鳴るんですよ。あ、全然引き出さない。ほら、ドラグクリック音付きなんですよ、これ。おお、マグロか。おお、やばい、ドラグ緩めすぎた。ああ、シーバスだ、シーバス。シーバスが、あ、それ、すげえ引きだ。すげえ引き。金色リール大活躍。おお、またちょっとまた乾き針1本だから、それはやばいからバレるかな。よいしょー。フラッシュブーストに東京湾のシーバスがきたー。でってでー。おお、今回のもこれ結構今日釣れないから長い。でってでー。イエーイ。この前より粒揃いですね。なんか結構長いサイズが、うん、これも60はないか。まあ復興の一番大きいサイズぐらい。イエーイ、釣れたぜ。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもぜひお願いします。黄色のリール、あ、くそー、あ、ゴングサやで高笑いどやバイビー元気に帰っていってくれました。いやー、なんかしれーっと始まっちゃいました。なんか喋ってたらゴン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 ってきて、はい、こういう感じで金色のリールでですね、連れてくれました。フラッシュブース、サイレントアサシン 140F ねっていうルアーだけで釣れてます。なんかね、今日ね、本当トップで派手に水柱立ててっていうね、そういう感じが全くないですよね。でこれ去年ぐらいから使ってる、一昨年ぐらいからずっと使ってて針変えてないんで、なんかね、針が欠落してたりね。